はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうでございます。ひでこ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。日本改革党メール党員大募集であります。ほぼ毎日届くですね、メールを、月額990円でお買い上げいただいて、日本改革党をご支援ください、よろしくお願いいたします。990円のうちですね、90円は消費税、結構取られますね。あとはあのマグマグってとこで、やってるんですけれども、マグマグひらがな靴沢検索でも、出てまいります。よろしくお願いいたします。動画の説明欄、もっと見るをクリックしていただくとババッと開きます。もしくは私のツイッターからご登録ください。涙もろくなるのは感情が豊かになったのではなく、脳の老化によって抑制が効かなくなったから、コントロールしきれなくなってきたからだそうです。私もですね、ホタルの墓、あの花って聞いただけでうるうるしてしまいます。どっちも見たことないのに、画像しか見たことない、映像は見たことないのに、じわっと来てしまいます。頭おかしくなったんでしょうか。藤川博明、江東区支部長と亀戸駅で政治活動してまいりました。昨日の午後ですね、着いた時すでに共産党が10名ほどで凱旋とチラシ配りやってました。なんかあの、しんねえけど、一人の男性がずーっと喋ってた。ずーっと30分ぐらい。よく喋れんな、ぐだ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 ってな。何喋ってんだろうな。まあ、興味もなかったんですけども、チラシ配りは全然受け取ってもらえていませんでしたが、党員にとっては修行、苦行なので問題ありません。チラシもらってもらえなくても。それをやるという行為が、共産主義の、功徳を積むことになるんでしょうからね。何十年凱旋してても全然党員増えませんが、それも修行、苦行なので問題ありません。大事なのはやるっていう行為が宗教行事であるからであります。昨日はですね、あの外国人生活保護予算は1200億円以上って国会答弁あって、分かったんだけど、まあ国民一人当たり、あれですね、1000円以上ですか、1000円ぐらいですか。私、そのためって、外国人の生活保護するために、1000円払いたくねえ。4人家族だったら、4000円も払ってんのかよ。外国人を生活保護するためによって。そんなの払いたくねえわ。外国で困窮した日本人の生活を保護してくれる国なんかねえのに、あんまりにも一方的で不公平であると演説してまいりました。まあ、いい人ぶんのも大概にしろって話なんだよね。税金、人の金でいい人ぶってんじゃねえよ、厚労省はよ。あと自民党の政治家ですか、やめろって言えよ、ダグ今すぐって、思います。というわけで、一緒に活動してくれる東京地区の支部長募集しております。いずれは区議会、市議会に立候補を目指して頑張っていただきます。こちらも動画説明欄、もしくは私のあのツイッターから募集してください。よろしくお願いします。募集じゃねえか、応募して、ください。佐竹秋田県知事、核兵器保有も含め防衛のあり方に議論を進めてもらいたい。平和ボケ状態、憲法9条は今すぐ改正すべきと発言いたしまして、共産党が噛みついておりました。発言撤回を求めるとか言って、何の権限で、どういう理屈でって思うんですけど、ネットの反応です。平和ボケ憲法、言論弾圧か、軍歌の音が、9条だけでなく全部見直そう、言論の自由を脅かす共産党、共産党は言論弾圧が大好き、
共産党が反対するってことは、改正すべき。意見を述べることも許されてないのか。時勢に押された共産党の焦りそのもの。頭ごなしに撤回しろはないだろう。何様だよ、撤回要求って。北海道が狙われてるから、秋田は深刻というような意見ありました。共産党は実は言論弾圧大好きであります。古今東西ね、秘密警察持たない共産主義の権力は存在しませんから、自分に都合悪いことを言ったりやったりすると、すぐと捕まえて弾圧する。それが共産主義。つまり共産党は、まあその体質から、言論弾圧が大好きというよりもせざるを得ない、これね、自分らが権力を持つためのへりくつが共産主義ですから、いろいろ突っ込みどころがいっぱいありまして、言論弾圧が自然と大好きになってしまいます。自分らの都合いい意見しか認めないっていうのは、赤旗にね、多様性の統一とか書いてバラしてたし、つまり一つの考えしか認めない。多様性の統一ってなんだよってね、思考停止してる共産党のバカ信者しかうなずかねえよね、女のね、なんだそれってなりますよね。10年後日本共産党はありません。これ党員の一斉高齢化で5年後も危ないですけれどもね。あと実質オーナーの不破鉄造90歳の X デーで突然瓦解すっかもしれない。今でも現役オーナーですからね、不破鉄造は。電話で C 数を怒鳴りつけて怒ってるって話ですからね、未だに。だが安心できません。いいかっこしいの頭が悪いバカの受け皿が令和になってくかもしれないですね。今の共産党が第一共産党、令和は第二共産党ということで、まあ、うまーくね、共産主義だっていうのを隠してますけど、令和はね。まあ、山本太郎が生きてればの話ですけどね。社会的にも、なんか大失敗して、皆さんに見放されていなければの話ですけど、憲法集会で、不破鉄造の区別、C 和夫がこんなことを言ったらしいであります。軍拡で消費税大増税、社会保障の大幅削減は避けられない。国民の暮らしを潰す9条改定を止めよう。改良ってことですか、改良って。ネットの話、政策には金がかかるって知ってたんだ。 C 和夫がプーチンを説得してこい、軍事費かけずに平和的解決は理想だが一体どうやるんだ。軍事費上げずにできる現実的な国防の提案したらどうだ。どこの国でも 2% ぐらいは防衛費かかってんだろ、バカか。防衛費は本来的にはどんな国内事情よりも最優先されるものだ。何も社会保障費だけ削るんじゃないだろう。福祉が安倍がなどと文句言っていられるのも国家があればこそ。国がなくなれば社会保障もクソもないと。なかなかいいことを言う人もいますね。なんで福祉費だけ削る前提なのか謎なんですよ。他にもいっぱい削ったらいいがっぺって。何が削れっかな。外国人留学生超優遇とか、外国人生活保護費とか、実習制度でかかってる金なんか削ればいいじゃん。なんで福祉費だけ削る前提なの。なんで増税するのが消費税限定なのか。こちらも謎ですね。まあ、こう言えばバカな信者が感情的になって奮い立つって考えてのことでしょうが、これ非信者、つまり私みたいな冷たい目で共産党を見ている人間には通用しません。騙せません。国家あっての生命、自由、財産、経産、福祉、教育、暮らしであることは、亡国のウイグル、チベット見れば、一発でわかりますよね。
これ反論できんのかって話なんですけど、兵は国の大事である。国家主権、防衛は何より優先されるべきですね。場合によっては、国民の命よりも優先される。まあ、出ないと、自衛隊さんが命の危険を冒して働いてくれません。自衛隊は戦死することもやむを得ない。兵士は戦死もやむを得ないって考えてるのは、国家主権の防衛が国家あってのっていうのが生命よりも優先される。まあ、兵士のね。で、みんな納得してからですよね。財源はね、簡単ですよ。男女共同参画費、10兆円を丸々削れば余裕でお釣りきますよね。日本人の生活に男女共同参画予算なんか必要が、一体何に使われてるのか見えてこないですよね。わかんないですよね。多分ですけど、フェミで食ってる活動家の食いぶちになってんじゃねえかな。税金にたかる連中がいっぱいんじゃねえのかな。男女、同権だ、平等だなんて、声面書いてるやつね。これやめて、フェミを絶滅させましょうよ。食いぶち奪ってさ、奴らは全然女性に優しくないからね。実は。だってフルタイム労働で結婚すんな、出産すんなっていう一つの価値観しか認めてなくて、専業主婦なんかを憎むこと憎むこと。なので全然女性に優しくないですよ。フェミだっつったってね。こんな当然なことを隠してね、男女共同参画費、男女同権、男女平等の予算削ればいいじゃん。隠して変なことばっか言ってっから何十年も党員増やせないんですよね。マスコミやテレビの全面支援があってさえ増やせないんだから、いい加減俺ら言ってんのは間違ってんだな、騙せねえんだな、気がつけよな。下から 3% ぐらいのね、自分で考えるのが嫌なバカしか騙せてないって現状。しかもそれらも必死でつなぎ止めるために日々バカなこと言ってますます浮いてんじゃん共産党。山添拓共産参議、安倍元総理の屈辱外交がロシアを増長させた。どんな大国にも道理を主張し、憲法9条に基づく平和外交に転換しようなどと凱旋したそうであります。未だに安倍がって言ってるのね。ネットの話です。憲法9条、なるほど、じゃあ軍拡必須だな、安倍のせいだ。まだ安倍がしてんの、親の仇かな。9条がロシアの横暴の原因だぞ。神羅万象すべて安倍のせい。9条が中ロ長官を増長させた。ロシアに9条を急いで布教してきてよ。今までは敵国とも話し合って平和を実現って言ってたよな。安倍さんは中国と韓国にオラオラしてたけど、それは評価しないのな。妥協したら屈辱とか騒いでたら外交で解決とか無理。ウクライナ侵略で共産党が本格的に壊れた。こんな奴が当選していることが異常。その通り、韓国、中国に容赦ない制裁を。まあ、強気でいけって言ってますからね、山添はね。玉添拓。ああ、間違った。山添拓ですか。強気外交には強い軍事力必須なんだが、軍拡すんなとも言ってんでしょ、こいつら。何から何まで論理的じゃねえのね。へりくつで。なんかその場その場で、なんか耳障りいいこと言ってる感じ。共産信者を騙すには、理屈の整合性なんか不必要なんだわな。まあその代わり、党員は絶望的に増えませんけどね。9条じゃ国は守れん、ウクライナを見ろって言われることが多くなった共産党ね。腐ったのの味噌振り絞ってですね、9条を生かした外交で平和維持とか言い出してんですよ、最近は。へりくつですけどね。
それに対しては、ウクライナは外交で失敗したって言うのかよ。9条を生かした外交って、具体的にどうすんだよっていう反論が自然発生しております。ロシアの横暴で本格的に追い詰められている共産党、いいぞもっとやるって感じなんですけどね。秋田県知事の発言気にしてる場合じゃないからな。余裕ねえから、そんなことも気になって黙ってらんにがったんだけどね。皆さん想像してみてください。共産党がない世界を。国会と地方議会の審議、議論は円滑に進んで、建設的で短時間になりますね。公務員のストレスと残業は激減します。これ、官僚、高級官僚、質問の回答を答えなくちゃいけない省庁の幹部ですけど、駅でチラシを胸元に突き出される、ストレスからも解放されます。こんな世界が少なくとも、10年以内に実現します。不破鉄道90歳の寿命遺憾では今年にも実現しますね。共産なきやとね、第二共産党の令和が残るのが嫌なんで、まあ今から叩いておかないとなーって思っておりますけれども、その令和の山本太郎、国が企業に補助金を出して最低賃金1500円を実現し、すれば、全国で同じ水準の暮らしができると街頭演説しておりました。ネットの反応です。企業の連鎖倒産起こしたいのか、頭悪い発想をさせたら日本一、零細企業潰して日本壊したいのね。物価や不動産価格が全く違うのに同じ水準で暮らせるわけないだろ。こんな詐欺師に騙されるバカ左翼、物価が上がるから困る。国が賃金補助するって、それもただの共産主義。韓国の失敗を繰り返すだけ。ムンジェインの後継者。中小企業潰れんだろ。この人、本当に頭悪いよね。さすが共産党の突撃部隊長だな。もうこいつは無理だよ。嘘ばーっかり。言ってありました。韓国がそれやって、大失敗してんだけど、それ知らないの？山本は騙すつもりで知ってて言ってんだろうけど、令和支持者はそれ知らないの？本当に知らないの？徹底的に令和は無知蒙昧狙いなのかな？知的底辺狙いなのかな？それじゃあ第一共産党と被っちゃうんじゃねえのかな？心配しておりますけど、それとも何か第一共産党は存続は諦めて、第二共産党の令和に共産主義の存続を託したのかって話ですね。国の補助金で最低賃金上げるってどういうことだ。そんなに労働者にお金あげたいんだったら減税の方が早くない？公平だし。それに誰にいくら補助すんのはどう決めんのか。行政手続きどうすんのか。すぐに疑問に思っちゃいますけど、まあ、令和支持者はこれでいいんだろうな。脳みそはそこまで複雑じゃねえから心配もしないんでしょうね。一体どうやんだみたいなね。永遠にまあ与党になる気がなければ第一共産党同様にですね、まあ好き勝手言えるわな。強気で外交しろ、軍事費は増やすな。救助を生かした外交を一体それどうやってやんだの？アクセル踏みながらブレーキ、踏んで、進まねえべきかも。いうような好き放題言えますよね。権力を握る気がない。としたらね、この程度で騙せる人いればいいのかなっていう。馬鹿さえ騙せれば。で、2-3% 取れたら、いいって思ってんのかもしんないっすね。令和、共産党。まあ、立憲も、その、傾向はありますけれどもね。というわけで、メール党員大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。